おはようございます。この会場にいらっしゃっている方最後のセッションなんですけれどもいらしてくださってどうもありがとうございますそれからこの機会をいただけたオーガナイザーの皆さんどうも本当にありがとうございます2013年パリの EAJRS で越境する沖縄研究と資料というセッションをいたしました その時にハワイ大学マノア校図書館所蔵の坂巻法令コレ,クションにコレクションのデジタル化とその資料の共有についてお知らせしましたきょうはです、ね、その後2年間のプログレスリポートというのをやらせていただきたいと思います 私からは坂巻法令コレクションの概略とそれからこのプロジェクトの概略そしてプロジェクトのオブジェクティブとそれから最後に私のちょっとパーソナルアカウントこ,れこのプロジェクトをしたことで学んだことについてちょっと共有させていただきたいと思います私の後にはこのプロジェクトを主導してくださっています琉球大学附属図書館の 富田様にデータの加工それから付加価値を構築するための工程などを具体的に報告していただきたいと思いますよろしくお願いします坂巻法令コレクションというのはフランク法令さんというイギリスの方が集められた2000点ぐらいのコレクションに 当館本学の坂巻俊三博士の文献を合わせたものを坂巻法令コレクションと呼んでいます。これは沖縄琉球、沖縄関係の資料群です。えまあ、点数としてはそれほど大きなコレクションではないんですけれども。まあご存知のように、えー、第二次世界大戦後、沖縄の資料というのが、まあほとんど消失し,してしまった。中においてえー、まあ、保存されている。まあ 一箇所に集められたコレクションとして非常に貴重なものだと言われておりますちなみに初日にですねライデン大学の貴重書を拝見させていただいたんですけれどもその中にフォン・グーリック博士のコレクションを皆さんご覧になったと思うんですが フランク・ホーレーさんとグーリックさんというのはとても仲がいいお友達だったんです。1961年にホーレーさんが亡くなられた後、グーリックさんの追悼の字がモニュメント・ニッポニカという雑誌に掲載されていますので、もしご興味があればどうぞ読んでください。ホーレー文庫というのはいろいろな形態のものがありまして、巻物あり、 一枚物あり、折本あり、半本あり、版画あり、写本あり、洋装本ありという形にいろんなものがあります。で、今回のこのプロジェクトには、この法令んの集められた部分を対象としてプロジェクトを組んでいます。えっと、2012年に琉球大学の学長様からこのプロジェクトの提案をいただいて、1年かけて準備をして、 最初2012年の12月に最初の文献選択をしまして具体的には2013年の9月あ11月か11月頃からあの実際のデジタル化を始めました。 取り組み事項についてちょっとタイムラインを示しているんですけれども2014年の9月に最初の111題目というのをウェブ上に載せましたそして今年の3月末に残りの111題目というのをウェブ公開していますでこのプロジェクトがなぜちょっとユニークかと言いますと、えーえー、ハワイ大学にある所蔵しているコレクションをハワイ大学で デジタル化してそしてそれを加工していただくのは全て琉球大学が行っていただいてそして琉球大学のサーバーのまあウェブページに公開するという本当にえ太平洋をえ渡ったコレクションなんですねあのこのプロジェクトなんですがそしてこの3月中旬に第2回目の選定をいたしまして第2回目のデジタル化というのを4月から開始し来年の3月末に 終了すするという計画で,すでこのプロジェクトにはいろんな方が参加している国際チームでやってるんですが私は実際にコレクションを管理しているものなんですが沖縄の沖縄資料の専門家ではないんです。で研究者の人がきちっと来てあの選定してくださって、まあ、付加価値もつけてくださりそれから当館の保存部の、えー コンサーバターの人たちも参加していただきデジタル化をする技術者も一緒にいるというかなりいろんな分野の人が一緒になって国際的なチームを組んでやっていますで今ご覧いただいているのは、まあ、当館でデジタル化をしている様子なんですけれどもデジタルラブというのがうちにありますのでそこでそちらの担当者の方がスキャナーを使って今デジタルしている最中ですっていう感じなんですが。 そそしてですねあの,そのデジタル化をするにあたってかなりあのバインディングが難しくてスキャナーするのが難しいようなものとかあとは劣化が進んでスキャニングするのはなかなかちょっと困難なもので、まあ、簡単な補修でそれが達成されるというものだけに関しては保存部のコンサーバターの人がすべてそれを準備してくださっています。 でただし、まあ、かなり複雑な補修が必要なものに関しては今回のプロジェクトからは外させていただいております。で先ほども申しましたがこれは龍河学側とハワイ大学側のまあコラボラティブなものなんですけれども龍大の方でいろいろな付加価値をつけてくださってるんですが、えー、と英文の概略もつけております。でそこには本学のの実際の先生が 一緒にに構成に携わっていらっしゃってていいらしゃす。で、こちらにいらっしゃる富田さんはこの地このプロジェクトの全体を指揮するプロジェクトリーダーでありプロジェクトマネージャーなんですけれどもファンディングの獲得からすべてにおいて富田さんがリードしてくださってしかもご自身は。 えー、沖縄琉球関係の研究者でいらっしゃいますのでコンテンツの、えー、に関する、うん、付加価値をつけるコンテンツリーダーでも、えー、あります。でちょっとプロジェクトの意義というのを、えー、考えてみたいと思います。今4つあるんですけれども、えー、まず先ほどもちょっと申し上げましたけれども資料の保存ということがあります。これはスキャナー 600dpi の24からビッツの TIFF 保存 TIFF で、えー、スキャニングしており。 えー、ハワイ大学と琉球大学の複数サーバーにそれをそれで保全をしており、また媒体もいろいろな媒体で保存していますで、このことをやることによって、まあ、原子量の取り扱いが、まあ、少なくなってくることで、まあ、劣化の進行を抑えるというそういう気持ちもあります。 それから研究知的発見への触媒というのがあるんですけれども、こういったサイトを立ち上げることで、何か新しい発見なり新しいプロジェクトなどができるのではないかと思っています。それにはえー、っとまあ、画像を載せるだけではなく、書誌情報や天気をはっきりさせてこの資料の信憑性というものを一緒に提供し、また本国解説付加情報なども一緒につけたいと思っています でおりますが例えばまあ、こういった形で本国を流大の方で加工していただいております。これについては富田さんの方からもうちょっと詳しい説明があります。そして専門家による解説それを英文に直したものをつけることによって日本語を母国語としない方々にも関心を持っていただいてこの資料へのアクセスを していただかしていいいプロジェクトなりり発見をしててたただきたいと思っておりますで3番目として教育学習への活用というのがあるんですけれどもこういったサイトを使って歴史的コンテクストコンテクスト歴史背景時代背景などを組み入れたカルキュームの中に使っていただきたいそして書士学情報やまたはくず指示などの解読にも役立て,ていただければいいなと思っているんですがこれには えー、ガラスビューというそういうファンクションがありますので、えー、ここのところにあるようにガラスビューで崩、えー、し字の横に、えー、タ,イタイプされたものが見えるとですからこういった活用もしていただきたいそして最後にですけれども教育機関だけでなくこのサイトを立ち上げたことによってその教育機関を超えたより広い人たちにこういった資料があるということを知っていただき まあそれを利用して公開公演とか進歩、それから展示、イベントでき,できればファンドレイジングのツールとしても活用していきたいというそういう目標がありますあとで富田さんからお話があると思いますけれどももうすでに展示とかシンポジウムの計画なども立てていますで私自身先ほど申し上げましたけれどもジャパン・スタディーズ・ライバリアンなんですが沖縄・シーロに関してはかなり。あの 知識ががあまりないんですがこのプロジェクトに参加していただくことによって一緒に選定資料を資料の選定に携わっていかにこう研究者の人たちがどのように資料を扱うのかどういうところを見るのかそういった実体験というのを得られてこの体験は私だけに留めておくのはもったいないので学生や他の図書館の同僚たちと共有したいと思っています。 今、崎原さんが見ているのは実はこの袋とじになっているこの中に記された文字を一生懸命読んでいらして左側で富田さんが一生懸命それを記録していらっしゃるんですけどもそういった、うん、デジタル化でも見れないようなそういった情報も得られることができて本当に面白いプロジェクトです。 それからちょっとですねこれはうんと、まあ、デジタル化前にちょっとやったことなんですがこの間、やはり初日にあちらに来年大学の特殊コレクションの中に宇田川陽庵の実質の,あの植,物植物画というのがありましたけれども実は、この法令文庫の中にも琉球写生図という宇田川陽庵作の掛け軸があるんですね。 でまあ、もちろん宇田川溶っというのはシーボルトと,との交流でも有名ですし本人は蘭学者植物学者医者という大きないろいろなタレントを持った方なんですが今ちょっとここに彼が書いたものの国会図書館のデジタルコレクションと早稲田大学の古典籍データベースから代表作をちょっと見てみたんですが。 さてうちにあるのははこういっった掛け軸なんですね、えー、年代はちょっと分かりません、えー、ところがこの上にですねこういう字が書かれていて、えー、題名として「ニューメン・ラン」って書かれていてなんか書かれてるんですがあのずっと40年間誰もこれが何が書かれているのかを調査した人がいなかったんですね。 でぜひともこれを何が書かれているのか私も知り,か知りたかったのでこれは蘭語で書かれていると思うんですが蘭語を知っている方にいろいろ聞いたんですけれども誰も解読ができなかったんですそうするとおかしいなと思ったんですがようやく訪ねて日蘭学会の中にいらっしゃったイザ,ベラさんイザベルさんという学者の方にたどり着きまして。 えと彼女がそれを英語に訳ししてくださいましたで彼女に言わせると、えー、宇田川溶岩が,溶岩が描いた談話なんですけれどもやっぱクラスカルダッチらしいんですね。で結構難しく,難しくてやはりそのお勉強なさった人じゃないとなかなか読めない。 でしかもまあ間違いもあるらしいんですがそういったことでまあ普通の現代語のダッチを知っている方でも読めなかったとこれはちょっと私が訳してみたんですけれどもこの「入面欄という欄に関してヨウアンが一生懸命こういったものだという説明をしていらっしゃってその栄誉が書かれているわけです。でここの入面についててちょっと調べてみましたら実はこれはれ 入面ってこう書いて今の入表っていうのはちょっと違う字で書くんですけれども昔はこういった形で入面欄というふうにこの,の欄が言われていたらしいんですねでこう見ていただくとやはり陽庵が書いた絵の通りこういった欄だったんですねですからこ,こ,のこれを調べるにあたってもいろいろな面白いことが出てきて ぜひともこういった新しい研究の過程、もしかしたらこのトランスレーションも間違っているかもしれないので、皆さんに公開することでもっともっといろんな刺激が与えられたらいいなと思っています。さて、イリオモテランは実は学名でもう一般的には入弁欄として通っているらしいんですね、ここに書いてありますけれども。さてこの、えーっと プロジェクトでやはり一番大切なのは太平洋を隔てた国際プロジェクトですので何事にもコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションが重要であることがやはり再認識できました富田さんと私はまあ両間のコミュニケーションを調整する仕事を申しているんですけれども私自身も全て日本語のものを うちの当館の担当者の人に説明しなければいけませんのでどちらにしてもやはりコミュニケーションというのが重要でありただしそういうことが達成されれば1期間だけでは到底できないようなプロジェクトのコラボのプロジェクトが達成できるということで今まだまだ続いておりますけれども楽しませていただいております。 おはよう皆さんおはようございます琉球大学附属図書館の富田と申します先ほどバズルさんの方から本プロジェクトの概要についてお話しいただきましたあ,のありがとうございますこの機会もバズルさんが与えていただきましていろいろお,お,ちえお力添えいただきましてこの場所に来ることができましたで私の方の話としましてはでは具体的にどのような付加価値をつけているのかとこの坂,町法坂巻法令プロジェクト 文庫のデジタル化というものをどのように皆様にお伝えできるようにあの私たちか私たちのスタッフが頑張っているかというのを話したいと思います。で、まあ、本日のトピックとしてはあの2013年度に行われましたあの会議後に琉球大学がどのように取り組んできたこと、あとはもうメインとしましては本国作業と、あとはその付加価値利用促進のための付加価値をどのようにつけているかということでお話ししております。でまあえー 2013年度におきましてはいろいろこちらが持っている所蔵であるとか琉球沖縄に関してどのような資料があるかというような話をさせていただきまして会場の方からいろんなご提案であるとかをアドバイスいただきましてその後作業スタッフとか本,例本格の判例についての掲載をしたり英語版サイトを作ったりスマートフォンやタブレット対応をしています。今デジジタルアーーカイブのののトップページの方からどのような 判例がありますよっていうのをお知らせしておりますし、英語版サイトの方あ、これはもうホームページ上でクリックでちょっとこうすぐ転移できます、リンクで飛べますし、スマートフォンやタブレットの方でご覧いただけるようなサイトもつい今年の3月に構築したばかりです。では、実際にこの報告作業をどのような形で行っているかと言いますと、え、ー 2014年の9月以降にデジタル化のデジタル公開を開始しておりまして2015年の今年度は主にそのテキストをデジタル化すると本国作業というのを中心にやっていますで現在あの3名の非常勤職員が中心となって作業しておりましてこの3名の非常勤職員どんなあのスタッフかと申しますともともと沖縄県内での資料,資料の本国 資資料ですね編纂業務に関わったことがある人やあの日本資料の整理やあのその本国等を経験しているもので、えー、彼,ら彼女たちも、えー、研究者として普段自分の研究テーマに沿って研究をしていますが普段あのメインのお仕事は当館で作巻法令文を読んでいるということになっています。で,で具体的にはまず1回誰かが本国作業をしてその後3回 人を変え資資料を編纂された方だとご存知かと思うんですけども入出版社に入稿してからだいたい5回ひょっとしたら6回でまあ最終的には印刷所に行ってまで構成をするっていうことがあるかと思うんですが、まあ、今回ちょっとまあ短期間で行いたいっていうことであればまあちょっと言い方はあれですけど、まあ、最悪ウェブ上なので構成 直そうと思えば直せるということもありますので3回にとどめていたりまたちょっとコマ数が少ない場合はあのまあ3回もやらなくていいかなと思うのはもう少し減,らっ,て減っている場合もあります。それでもやはりちょっと読みにくい字もありますのでそういったものに関してはまあいろんな人教員に相談することもありますしこの作業者全員が相談をしてそれでもやはりどうしても判読不能がある場合は下駄といいますかこうちょっと印を入れて。 そのままま掲載してますひょっとしたら外部の方が教えてくださるかなというちょっと期待を込めて公開してますし、まあ、見た方からちょっとあそこはあの違うんじゃないというようなお話も実際見た方から,いらお申し出ご提案いただきますのでそれに関してはもうぜひ私たちの方に情報くださいというふうに言っております。ああでそのちょっとと一例として あの最近私頑張って翻告しているんですけど630番と HW630 の番号がついてます「工場覚え」という資料があるんですがこの「 本国作業についいいてちょっととだけお話ししたいと思いますこの資料につきましては実際泣き人まぎり現在のと切れてしまってるんですが泣き人村ですね泣き人村の地方役人11名分の務め書きで勤め書きと申しますのはその琉球の地方役人地方役人と書いて読み方は地方役人というんですがこれは各まぎりまぎりごとに置かれているもともと身分自体は百姓なんですけども百姓身分の中でもこの村の運営に関わっている役人の ことを言いますでこれ彼らの職務経歴書履歴書の役割もしますし最終的には次の承認申請書の役割もいたしますでこの資料の特徴的なところといいますのはこの保守校といいまして勤務表定の計算が朱書きで脇に書いてあったりあとはその小寄りで閉じてあるんですけどそこに印鑑が押されてありましてこれはもう風と言いますかもうこれ以上改変されないような形になっているといって当時の形式を伝えるものかなと私はもう非常に貴重なもので あると思っておりまして、これを最初にあのハワイ大学で拝見したときは、先生もかなり大興奮で、あの一生懸命。これ、自分の研究に使おうかなって言って一生懸命あの確認されてましたし、私もすごくいい。大変興味深い資料だと思っております。で、これの話をま沖縄県内の研究者にまあこのデジタル公開してますよ。ということでいろいろお話しさせていただいてるんですが、もうこの他の市町村がお持ちのその同じような。 勤め書きをも集めてちょっと今研究を進めている方もいらっしゃいますとても熱心にいろいろ資料を研究されている先生もいらっしゃいますしまたあ,のある方からはあのこれの中の1枚これ自分のひおじいちゃんだなって言い出した方もいらっしゃいましてあのご先祖の資料に当たったという研究者の方もいらっしゃいます。 で実際の画面をちょっとご覧いただきますが、ちょっとえっ、ー、と字がずれているところはあるんですが、まあ、これが表紙の部分で、で二番目にこの赤字の間の赤字のところにこの日数が書いてあるんですけども、これは実際に後でこの実際勤務した日付が日数が書いてあります。で最終的にはこの人が次の役職に移りたい、例えばな、えー、無事党とか他の役職があるんですが、そうや工作与えとかそういった役職に申請 したいと承認したいのでお認めくださいといったような内容が一番最後にあるんですがその手前で私は今までこういうお仕事をしてきましたというふうに書いてありますで実際にこの作業スタッフの本国作業の様子ですであのこちらに4人今作業しているメンバーがいるんですが1名英訳担当 で3名が本国担当なんですがこのように英訳担当につきましてはあの沖縄関係の研究者ではないんですね。で普段英語のお仕事 ということでいらっしゃってるんですが彼女とその他の本国担当この方たちはそれぞれ研究テーマがある研究者でもあるんですが彼女たちの間で毎日のようにミーティングをしておりますでそのおかげで英訳担当の方はあの各彼女たちが書いた「海台」の一つ一つの単語においてその歴史的な背景を知りそのニュアンスを知りで辞書からでは得られない情報というのを彼女たちが得て英訳にしております。でさらにこの英訳 彼女たちが作った海大とアブストラクト英訳というのをハワイ大学の方に送りましてバゼルさんを通じてハワイ大学の研究者の方で今度はネイティブチェックといいますか英語のチェックをしていただいてそのまあ細かいところを調整してまたフィードバックしてもらってそれが最終的にデジタルアーカイブの方に掲載されるというふうになっておりますもう彼女たちなくしてはこのプロジェクトは成り立っておりません。 でもう一つこの彼女たちと一緒にやっている作業の一つとして職員コラムのキジムンのルーチームニーというものを作っているんですがこれは利用促進のための取り組みとなっていますでまあこれは何だっていう話なんですけどもちょっとご紹介をさせてくださいちょっと可愛らしいキャラクターなんですがはいっ資料はこのまあ彼は彼はと彼なのか彼女なのかちょっとわからないのでハイサイトハイタイと うちあぐちで挨拶後両方併記しているんですけどもあのいくある時ちょっとスタッフの方からこういうのを,つくを入れてみようということで,でキャラクターを作って、まあ、まだ非公式なんですがあちこちで琉球大学の付属図書館のホームページのあちこちで出没しておりますのでかわいがってあげてください。で,で、まあ、ドゥチュイムニーというのは独り言という意味になっています。ですねその デジタルアーカイブを始めてあの他にもいろいろウェブコンテンツを作っておりますのでそういったものをどのように利用すればどういうことが分かるのかっていうものをちょっとお示しするというか、まあ、それを使ってうちのスタッフが自分の言いたいことを言うというような話なんですが興味のあることをご紹介すると。 いうことが目的です。で、私たちあの沖縄資料担当の職員が執筆しています。で、下年度におきましては、2013年度は年中行事、2014年度は琉球大学校内の史跡遺跡マップを作りました。すいません、なんか対馬をしたらちょっと平井健が流れてしまいました。 <laughs> でその で今年は琉球沖縄の妖怪とか幽霊とかちょっと不思議な話というものをあの紹介しようということでちょっと坂巻法令文庫の中にもそういった資料いっぱいあるので紹介しようじゃないかということをやってますでなるべくまあ私たちの中でのちょっとルールとしてなるべくデジタルアーカイブの画像を使ってそれに直リンクを貼ってもらってみんなに見てもらってアクセス数を稼いでもらおうとで時数は千時前後で専門用語は避け学生さんが見ますのでなるべく分か,分かりやすいものを心がけて 掲示場所については龍、まあ、大に来た人にちょっとあの特別ということで図書館内に当月分は、えっと、ハワイ大学の、えー、図書館の中でも当月分だけはなので最新情報は図書館の中でしか見れませんとで1ヶ月遅れでウェブ公開もしています。で 昨年度につきましてはコラムとそのデジタルアーカイブ等のコンテンツの利用方法を示したガイドブックを作ってまして今日10部ほど持ってきておりますのでちょっと見てみたい方とかはどうぞお声かけいただければ差し上げますのでまたウェブでも公開しておりますのでどうぞご覧ください。でまあ、ちょっとした簡単なな画面なんですがこれはあの こういうい紙面を作っておりますで、まあ、関連するキーワードを入れることで後でそのキーワードをサイン入であるとかあの蔵書検索に入れることで類似の本を探すことができるようにキーワードをつけたりあとは原文をそのまま引用することはしてません本当この赤で囲っているところは漢文なんですけどもこれをさらに口語訳といいますか分かりやすくしました。 でデジタルアーカイブの画像をなるべく使いましょうということで、これはちょっと島袋原始文庫の風水関係の資料なんですが、こちらを入れると、であとは直接リンク用の QR コードを入っている職員もいます。で割と個人的に好きなことを言うということで、私は、この久米村というところの竜の話をちょっと書きました。で最後に。 ということで今後の展望としましては今はメタデータにつきましてはリポジトリのほうを開しておく提供しているんですが今後どのような共有方法があるのか検討したいと思っておりますし研究者や学生さんとの共同によってどのようなデータ共有ができるかこの会議に来ましてちょっと初日からいろいろデジタルヒューマニティであるとかオープンアクセスであるとかいろんな刺激をたくさん受けております。ここういったことがどの,あの ちょっとフィードバックといいますか反映できたらいいなと思っておりますしでまず何よりもやはり琉球大学まし、あ、くは琉球大学附属図書館のコンテンツとしていかに長くあのな,らなるべく長くあの継続していけるかその継続性のあるコンテンツとしてどのようなものがあるかっていうさらにその 皆様にご利用いただけるようなコンテンツをどのように作るのかというのが今後の展望といいますかこれからもハワイ大学さんや他の機関さんと協力しながらやっていきたいと思っております。ということで一平二平でえビちゃんどうもありがとうございました。